はい、皆様どうも、マフロです。それではにゃんこ大戦争やっていきましょう。はい、今日はね、つくねそうからの挑戦で、コラボなんですかね、これはね。とりあえずやってみましょう。はい、まあなんか難易度は低そうな気がする。めんどくさい時に大活躍。はいはいはい。終わっちゃった。いや、これはあっさり終わってしまいそうな気がするな。2ステージ面取りをまれに。ペンギンじゃないです。これクリアしちゃったら逃走する回復しちゃうのに、またもったいないことになっちゃうな。はい、いつも褒めてくれる院長さんに、アンケートのことを教えていただきまして、アンケートに逃走力のことを書きました。院長さんが書いたということで。あ、やばい。ね、クリアした時の逃走力はね、上限超えて上回ってほしいんですよね。あ、取れた。これ多分700ぐらいもったいないことに今なっちゃったけど、もうこの調整がねすごくめんどくさいのでね。はい、これで今の上回ってプラスしてくれればね、840プラス700、1500ぐらい、まあならないかな。さすがに1500とかちょっと行き過ぎかな。まあ、とりあえず、アンケートは書きました。はい、これもまあクリアできてゲットできたので良しとしますかね。かなり軽くなっちゃったけど今回。メンドリーどこだ。もうそろそろレアキャラとかいっぱい増えちゃったから探すの面倒になってきた。はい、いた。話しかけるとめんどくさそうに相槌打ってくる。はい、ゲットいたしました。はい、まあ軽くなっちゃったんですけども、ね、今日はね、アイアンウォーズ、こちらの方新しいキャラが追加されて、この温泉天国テルマエ、こちらが追加されたんですけど、前後にこう後ろまでこう範囲で攻撃できるということでね、一丁さんにコメントいただきましたので、まあ猫缶600ぐらい足りなかったんですけど、これキャラ欲しいんでね、ちょっと課金しちゃいました。はい、なので11連回して今回は終わっとこうと思います。まあ、まず最初に、チケットからいきましょう。チケットは当たらないよね。はい、確定なんでね、確定といっても、カタパルズとガレーズは持ってるのかな。なんか2種類どれかあったんですよね。だから被らないでいただきたい。ガリレオかテルマエどっちか当たってほしいなと。あ、持ってないのどれか。5分の2持ってますんで、それ被らないでいただきたいんですね。はい、それでは行ってみましょう。お願いします。まあ、なんなら全部出てくれてもいいんだけど。11連で。お、なんか来たよ。これ何。おお、来た。本当かよ。マジでこれ確定のやつじゃないよね。確
確定じゃないのにいただいていいのかしら。ってことはもう一個出るってことだよね。さあガリレオ出るかな。ガリレオ、ガリレオも欲しかったんだよな。お、これは、あ、かぶったかぶったね。まあでもいやー出る前もらえたんでもう嬉しくてしゃあないっすね。さあ早速レベル上げてみましょう。これだけに課金した価値はあったんじゃないでしょうか。当たれば、行き過ぎた、この2つですね。こっちが被ったんですね、プラス1になってるから。はい、それでは行き過ぎましょう。ちょうどレジェンドがねゾンビだらけ。あ、経験値足りねえゾンビだらけのところに突入してるんでね、これは本当に嬉しいですね。はい、まあ経験値ステージやって、最高になったらレジェンドも進めていこうと思いますので、はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。